HP-21HP-21 HP は1975年から1978年までの間にヒューレットパッカードによって製造されていた関数電卓であった。HP-21 は世界初の関数電卓として発売された HP-35 を置き換える機種として設計され HP-22 と HP-25 を含む3つの電卓の集合の一つであった。これら3つは構造が似ているが異なる市場を狙っていた。当時から現在までのほとんどの HP 電卓と同様に HP-21 は4レベルスタックを使った逆ポーランド気泡入力ロジックを使った。HP-21 は単一のユーザー利用可能メモリーレジスタを搭載していた。 当時の当然のこととしてメモリーは電源オフ時に保存されなかった。物理的なスライドスイッチはデグリーとラジアンを交互に切り替えた。これは珍しい特徴であった。HP-25 は12桁 LED ディスプレイを搭載していた。これは HP-35 の15桁よりも少なかった。表示桁数が少ないので、 HP-21 は10桁の数を表示できたが、指数表示の時8桁の仮数部と2桁の指数だけを表示した。青いシフトキーは高い台形のキーの前に印刷された青い文字の機能を使うことを可能にした。HP-21 の開発コード名はパンプキンであり、それはウッドストックシリーズの一つであった。 アメリカ合衆国における価格は1975年に125ドルで、1978年時点で80ドルであった。ありがとうございます。